日照丸は南洋海運が1939年に建造した貨客船。日本の大型外交貨客船の内病院船以外で太平洋戦争を生き残った唯一の船である。1956年には戦後初の巡航見本市船として東南アジア各地を回り記念切手も発行された。日照丸の選手である南洋海運は1935年に 設立の国策会社であった日本とオランダ両東、インドなどを結ぶ東南アジア航路の競争調整のため停止章の仲介があり、石原産業海運、大阪商船、日本郵船及び南洋郵船からの共同出資により設立された。本船は1938年に南洋海運が建造した貨客船、日蘭丸の同系2番線である。この 日蘭丸型は南洋海運にとって初めての心臓貨客船で基本設計は石原産業海運が現物出資した貨客船名古屋丸型の改良型にあたる建造は三菱重工業神戸造船所で行われ1939年に浸水同年7月20日に竣工した竣工した日照丸は蘭院ンンのジャワ島域航路に 花形客船として就航した。1940年の第二次に一覧会賞では、日本側主席代表の小林十三商工大臣や、吉沢元吉元外務大臣のバタビア入りに、使用された。日本と連合国側の軍事的緊張が高まると、来院在留日本人の本土引き上げにも従事している。1941年に、太平洋戦争が勃発すると、日照丸は、 船舶運営会の統制下で運行された。1942年3月27日午前3時15分ごろ、文字から大連へからにで開港するため、巨文島沖北緯33度56分統計127度30分、北緯33.933 33度統計127.500度、33.93327.500を、 速力13.5ノットで航行していたところ、アメリカ海軍潜水艦、ガジョンによる魚雷攻撃を受けた。右舷3番戦争付近に、魚雷一発が命中して爆発、デリックや戦争外が吹き飛ばされ、船体は左舷まで亀裂が生じて、切断寸前となった。浸水により船は左舷に23度も傾斜し、船首も大きく沈下したため船尾のスクリューが、 空中に浮き上がった状態まで陥ったが、後部の5番6番戦争に注水することで航行、可能となり、現地漁船の支援を受けて、同日正午頃に、巨文島へ、自主的に格座した。開来直後の混乱の中で、救命ボートに乗って対戦した、船員17人があり、3日後に駆逐艦、朝風により収容されたが、漂流中に3人が死亡していた。日照丸は、 深海警備不指揮課から派遣された苦戦艇一席の警護を受けながら、日本サルベージにより、約1ヶ月がかりで応急修理された後、富山港の朝鮮重工業富山ドックで完全復旧された。富山での工事は、船体を完全切断した後につなぎ合わせる大規模作業を要した。1942年秋に日照丸は、戦列復帰した。 1943年3月には、日本陸軍により軍隊輸送船として徴用され、パラオハルマヘラ島、ニューギニア島西部方面への輸送任務に従事し、少なくとも以下の護送船団へ加入している。1944年中旬以降は、フィリピンの戦いに向けた、ルソン島への増援部隊輸送のため、以下のように、船団へ一部区間加入するなどした。 もまレ1戦団では同行した、姉妹戦、日蘭丸が撃沈され、非68戦団や、非71戦団のように、大損害を被った戦団にも加わっていたが、本戦は損傷せずに切り抜けた。なお、非68戦団加入時には、捕虜1550人を護送する、いわゆるヘルシップとして使用されていた。日正丸は、高尾で、ありま丸、わ浦丸、 王力丸と共に三35戦団を編成した。この戦団は当時の日本陸軍に残る最優秀戦を集めたもので、不評第39連隊、不評第71連隊により冷手島の戦いで逆上陸決戦を仕掛ける結合作戦の強行輸送に使用する計画であった。12月5日に高尾を出た戦団は、 敵機動部隊を警戒しつつ12月11日にマニラへ進出する。12月14日に第10次多合作戦船団として出撃予定で準備が進められたが直前にアメリカ軍のミンドロ島上陸船団が発見された影響で作戦中止となった。出撃すれば沈没は確実な状況だった。結合作戦中止で台湾へ戻った日照丸は再び ルソン島への増援輸送に向かった。空襲撃下でマニラはすでに危険となっていたため、北サンフェルナンドで揚陸。キロは、ワウラマルなど、輸送船4隻、護衛艦5隻からなるまた38船団、またはまた37船団を編成して、12月30日に北サンフェルナンドを出港するも再び、アメリカ第5空軍の陸軍機約30機による空襲を受け、 機銃装射で、甲板屋上部構造物は穴だらけとなった。両船の内貨物船、室蘭丸が沈没、貨物船、三角海丸が大破格座、残る和浦丸も被爆焼破したため船団は、ラポック湾へ一時退避。翌12月31日に高校を再開して、1945年1月2日に、高尾へたどり着くことができた。 南方航路全体が閉塞されていく中、1945年2月12から28日に、大航路は、元36船団、袋は多摩44船団に加入して、文字、キールン間を往復し、台湾から日本本土へ、最後の引き上げ輸送を成功させた。その後、致命的な損傷を受けることなく終戦の日を迎えた。太平洋戦争前に51隻を数えた。 日本の大型外交客船のうち終戦時に健在だったのは本船のほか病院船として保護された氷川丸だけであった。なお終戦前日本陸軍は日照丸の活躍を称えて武功機を送っている。終戦直後に数少ない行動可能な大型船だった日照丸は GHQ の下部組織である日本商船管理局により N03 人の管理番号を割り当てられ、占領地などに取り残された、日本人の引上げ者、福音兵の輸送に従事した。肥料などの緊急物資輸送も行った。1949年に南洋海運の東京船舶への改組に伴い、選手が変わっている。戦後の混乱期を脱した後、日照丸は、戦前と同じ日本とインドネシアを結ぶ航路に、復帰した。 その合間の1956年には日本機械輸出組合の要請により戦後初となる巡航見本支線の任務を果たしている。日本製機械類を積載して同年12月18日に東京港を出港約4ヶ月間の工程でシンガポール、ジャカルタ、バンコク、マニラ、ムンバイ及びカラチなどを回った。日本では この公開を記念して、日照丸の図案が描かれた日本機械、巡航見本式年切手が発行されている。インドネシア航路にも新造船が収益する中で、日照丸は運航を続けたが、1965年2月、石川島張間重工にて解体された。駒宮は、七71船団と一部重複する時期の型626船団加入船にも本船を挙げている。 同船団は8月6日に、鹿児島港発、8月9日に、那覇港、経由、8月15日に、キールン機となっている。しかし、同社の日71船団の工程と矛盾する上、陸軍運輸部作成の船舶輸送艦における、遭難部隊資料でも型626船団と、同行ほどの船団加入船にあるのは、本船ではなく、日照丸で、逆に元船は、 日71戦団の初期加入船に数えられている。近海用の下客脚船では、高安丸と病院船、高佐5丸が残っていた。また、1920年春工四千総ン級の中型老朽船であるが、同じ南洋海運所属のサマラン丸も残存している。ありがとうございます。